こんにちは、山田幸子です。今回は猫の描き方をご紹介します。私は猫が大好きで、Twitter でも Instagram でも毎日猫の絵をアップしています。きっとこの動画を見てくださっている人にも猫好きの方多いと思います。毎日猫を描いているので、私なりの猫の描き方を今回皆さんにお伝えしようと思って動画を撮りました。猫の描き方、前編と後編に分けてお届けします。どういう違いがあるのかというと、前編は簡単な書き方、そして後編は少し難しい書き方をご紹介します。前編ではお絵描き初心者の人とか、ちょっとブランクがあった人とか、あとは普段絵をそんなに描かない人とかでも簡単に描くことができるやり方を紹介します。猫は私たち人間にとってとても身近な生き物なので、割とデフォルメとかしてキャラクター化しやすい動物ですよね。誰でも簡単に描ける書き方を先に紹介します。そして後編では少し難易度が上がって、リアルな猫を描きたい人たち向けに骨格とかより詳しい解説を交えながらじっくり描き方を説明していきます。ということで前編入っていきます。でいきなり最初に言っちゃうんですけれども、まず猫って曲線美の生き物なんですよ。こう体全体が丸みを帯びていて、ふわふわして可愛いですよね。前編の簡単に描けるバージョンでは丸い形、楕円形を使って書いていきます。まずは典型的なお座りのポーズから書いていきますね。皆さんも一緒に書いてみましょう。ポイントは9箇所。まず頭で、上半身、下半身、前足で、後ろ足で、手と足を書いて、で尻尾ですね。で唯一三角形を使うところが耳ですね。これまず最初の当たりの段階なので大体でいいです。大きさとかもね、後で調節できるので、こんな風に円形を使って当たりを取ると猫っぽいフォルム簡単に描くことができます。でこの当たりを参考に形を整えていくとですね、簡単に猫が描けます。ちょっと形を整えていきますね。はい、デフォルメするんだったらこんな感じかなと思います。今このポーズお座りしてるんですけれども、伸びてるポーズも丸の当たりを取ることで基本的に描くことができます。こんな感じで当たりを取ったら形を整えていきます。形を整える作業が意外と重要だったりするんですけれども、写真とか実際に猫飼ってる人だったら猫をちょっと参考にしながらとか、どんな手がかりでもいいので形を詰めていきましょう。割と私は写真を参考にしてしまいます。今回デフォルメして描いてるので特に何か写真を参考にしてるとかではないんですけど、伸びてるというか寝っ転がってるような感じですかね。さて体の形が取れたところで、次はお顔を描いていきます。どんな風に描いても可愛くなりそうな予感がするんですけど、気をつける点としてはですね、顔のパーツを中心寄りにすることですね。目鼻口が顔の中心に寄ってるっていうことです。極端に寄ってなくていいんですけれども、ちょっと気持ち意識するっていう感じですね。でこれなんでかっていうと、猫って肉食動物ですよね。皆さんもこの話聞いたことあると思うんですけど、肉食動物は獲物をしっかり捉えるために目が前向きについてます。目をね、はなら化したところに描くとなんかちょっと草食動物っぽくなっちゃうので、説明のためにガイド引きますけど、目鼻口を結構顔の中心に描いてあげると
猫っぽくなります。で、目が大きくて鼻と口がちょっと小さめなんですね。まあ、そこが可愛いポイントでもあるんですけど、あんまり極端にしなくても大丈夫です。なんとなく目はちょっと大きめなんだよなとか、顔のパーツ中心寄りなんだよなとか、ちょっとこう意識するだけでちゃんと猫っぽくなると思うので。で、この目が大きいとか鼻と口がちっちゃいっていうのは、子猫の場合はもっと目が大きかったりとかします。で、子猫だと耳もちょっと大きめですかね。この猫ちゃんを子猫ちゃんにしたいと思います。顔もまん丸というよりかは、こう本当にまん丸じゃなくて、ちょっとこうペタッとした楕円みたいな感じですかね。で、少し子猫だと耳を大きめにしてあげて、で、目もちょっと大きめで、そして目の形がですね、よく猫目って言われるように、目頭ですね、目の先が下がってていて、で、目尻が上がっています。まあ、デフォルメして描くんだったらまん丸の目でも可愛いと思うんですけどね。まあ、顔をどういう風に描くかっていうのもね、その人の描き方によって変わってくると思います。簡単なバージョンの猫ちゃんの描き方、こんな感じですね。で、毛足の長い猫だと、もっともさっとした感じになります。こっちの伸びてる猫ちゃんの方を少し毛足長めにしてみます。毛足が長いとボディラインが分かりづらくなりますね。猫の尻尾って結構丸いんですけど、毛足が長いとファサーっとした感じになります。一色の猫でも十分可愛いんですけれども、仕上げにですね、こう模様を入れてあげたりすると、こんな風に模様を入れてあげたりすると、また一段と猫らしくなると思います。こんな感じでですね、前編の簡単な猫ちゃんの描き方の紹介になります。いかがでしたでしょうか。もっと詳しく聞きたいよって人は、後編でよりしっかりと描き方説明していきますので、そちらを参考になさってみてください。それではまた次回お会いしましょう。